いさん、はい、あの最近出演されていないけど、うん、印象に残ってるらの方っていま是非やっぱりさ結構みんな破壊力あるから <laughs> 印象残ってる人多いけど <laughs>、はい、最近出てないっていう面においては庭師の村雨さんっていうイケメンの方私めちゃくちゃタイプだったのよ。 入ってきた瞬間にもうなんだろうこの人って思って <laughs> で筋肉もあるんだよ。あ,ありますよね。そうなんで,すよで日本語も上手だし、うん、でねあのあと全,全国の番組出てましたよ。ですよねびっくりしちゃった、うん、やっぱり見てる方は見てるんだなと思って<あ>あのやっぱ華やかだしかっこいいから本当にイケメンあともう1人私すごく印象に残ってるのが。 靴が大好きすぎる男子という方が出ていて、はい、結構本当に最初の方の回なんだけど靴が好きすぎてもう靴の形とかそのヒールを見ただけで靴が当てられるっていう方がいらっしゃったんだけど<ー>本当に好きすぎたのか外しちゃったんですよ、これって思ったものを。はい、そのの瞬間にに、ももすごい様相で、何も言わずに ここのの出出口の扉から出て行ったんです走って<ー>でその瞬間にあち,ょっとあちょっとやばい人なのかなと思って,だって自分から何も言わずに走って出ていく人いなかったから <laughs> <や>それがそのわざとじゃないのよわざとじゃなくてもう本当にショックだったのかな、きっと。受け止めきれなかった本当にね私もちょっとびっくりしちゃってだからそこはあまりあえて突っ込まなかったしオードリーさんの、ね、2人も突っ込まなかったんですよ、そこはあんまり。ただそそのの方がその後 また全国ネット出てましたわ。<ー>靴職人で。いや、だからやっぱりおどぜひってすごい人も結構来てくださってますよね。この方がっていう人が全国の番組出たりしてるんですよ。だからその時に言ってほしいよね。この番組出てましたとか。言ってほしいけど一切言わないじゃん、みんな。<laughs> ちょっとあのおてんみたいになってるんです、ね、そう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 。 でだってそれはちょっと脱線しますけどそれはそうですよだってこの会社の中でも音とずひ見てるって言わないじゃんみんなあのこのスタッフ以外の人たち <laughs> なんか見てることがダメみたいな,てたない見てるのがダメみたいな感じでさ <laughs> そうですよねたまに その話通じるのあってことは見てくれてたんだって分かるけど、そう,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 そうあんまりみんな言いたがらないじゃん。見てるんだよ毎週って。そうですね。だからまあきっとそういうのも多分ぜひらとかに伝わっちゃってるのかなと思って。うん、そのその空気が。うそうそう空気感がね。だから言ってくんないんだなと思。でもすごいよね。嬉しでもそうそうすごいですよね。小田、うん、出身のえ花ちゃんは？私はあの私のファンっていうことで出てくれた当時女子高生のひらりちゃんっていう子がいて。わかる。もうめちゃく最初の方だよね。<laughs> そうなんです。いやもう。 まだ私三回目ぐらいだったと思いますけど、ね、めちゃくちゃ可愛くって、超可愛かった。そうなんです。で当時こう入社して落ち込み続けていただけの私にとってわーっていう存在だったんですよね。花ちゃんファンね。はい。あのもらったうちはもう今もずっと南須賀のデスクに飾ってるんですあ。ある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 。そう。あれだそうあれ作ってくれた、ね。飾ってあるもんね。そうなんですよ。だからキラリちゃん思い出して頑張ろうって思います。わかるわかる。かね、何かあるとさ。はい あの大好きですイッチーとか大好きです花ちゃんって言ってくれてる応援してくれてる人のことを思い出すよね。思い出しますね。そうそうなんです大事だよね。大事大事ちょっともうちょっとそういう人欲しい。